あら、門が閉まってますよ。どれぐらいかかりますかね。まああと400-500メートルあるか、もっとあるか。春日天皇皇后陵かな。あそこに向かって行ってたんだけど、入り口に看板立ってるけど、もうやぶやって入れん。ほんで帰りにちょっと予定なかったんだけどね、ちょうど小石塚古墳がナビに表示されたからね、ちょっと寄ってみたんだけど、こうね、以前来とるんやけどね、ライト何も持ってなかったんで。私が車走ってますね。あれ開けて入るんやね。ああ、なるほど、入ってきた。ここまで入ってくれんねや。なあ、この辺ちょっと動かしてもらうたら。これね、ヘグル町のウドウズカ古墳やったか。ヘグル町のね、ウドウズカ古墳で、そういうこと書いてあったね。いらっしゃらんみたいね。ちょっと失礼してみましょうか。ウドウズカ古墳で、この古墳がそんな大きい古墳ないですしね。入ったけどわからなかったからね。どれぐらいあるの。結構大きいやんね、43メーター。高さ7メーター。集合なし。はい、行ってみましょう。以前一回上がった。あ、これ切りになったのかな。こんなやったかな。前ね、一回なんか入らせてもらったけど、真っ暗でわからなかったんだ。途中まで入ったけど。はい。さて、これ一回くるっと回ったんだな、前回来た時な、くるっと。で、上に、あ、綺麗やな。全然ね、草が生えてないから。まあ、これちょっと上がらせてもらうと、入り口がありませんけどね。入り口ちょろっと入っただけやからね、あの当時来た時はな。あ、ほんまや、すごい大きい。なんか西が行くわんねんな。これはすごいやんか。あ、入らしてもらおう。ウドウズカ古墳も匹敵する、あの同じような感じで作られてると。ウドウズカ古墳とどこやったっけ、あの斑鳩町の、ここは奪ってんねんな。イカルガ町の大きいね。これ大きいございましたわ。びっくりしました、こんな大きいとは。この天井石も大きいの乗ってますね。はあ、これは知らなんだな。入りなんだもんな。天井高いね。4メーターぐらいあるぞ、これ。これ。すごっ。あら、すごい。二段か三段か。ここに石室があったんやろうけどな、なかなかなってるね。こっちも二段か三段やな。三段でございます。ほらほら、これは失礼しました。こんなに大きいとはね。後ろのとこだけこう残ってますんか。ほんで、上は天井石はどうなってますの。天井石。1枚、2枚、2枚やね。おお、これすごいね。この、現実の入るところの石も、非常に大きいね。これはすごかったね。はい、ありがとうございます。これはね、今日は予定なかったんだけどね。うわ、すごい。あの皇后陵がね、入りたんでね、急遽予定変更して来れましたけど、これはすごい。まあ一回来たかったんでね、ここもいずれにしても。わあ、すごい、ありがとうございました。うん、やっぱりあの考え、あの石の配置の仕方がね、ウドウズカ古墳とどこやったっけ、
イカルガ町のね、古墳とね、なんか同じような感じでて、わ、大きいわ、これ。これも天井一枚、二枚、三枚、四枚ぐらい使ってるかな。これはすごかったね。でかい人が、なんかこの辺まで入ったんかな。そら、ここまでしか、頭が振ってるけど、ここぐらいはしゃいてないんだろうな。真っ暗やったんで、中まで入ってないな。あ、大きい石が積んであるしぐらいしか分かってなかったと思う。これはすごいわ。失礼いたしました。これはよかった。あれがね、あそこのあの石が、あの石がですね、石棺の後ろの方の石がね、あんだけ残ったんだけどな。石棺の下の奥に立て式があるけどね。誰か持ち去られましたか。ちょっとこのとこ高さがないな。頭ゴンゴン打ってるわ。これはすごいすごい。はい。はい。だから前来た時はね、ちょっと入っただけ、あそこまで入っただけやな、あのとこまでな。真っ暗やったから。ああ、上はもう、ヒノキだらけでございますか。ねえ、これは大きいわ。一気だけしかないか。以前来たけど、夏やったかな、草ぼうぼうやったな。そこのとこもね、畑の中草ぼうぼうで、どう、歩くかどうかちょっと悩んだぐらいやったんやから、すごかったんやで。この辺は誰も歩いてないんかね。あったんです、はい。これはひっくりしました。これ噴気は登れないかね。噴気やめときましょうか。これ、ほら。これ、道陽寺だね。道陽寺だ。こんもり山があるんやけど。ねえ、何でも見えるんやけどね。どうなんですか、これ、ほら。間違うんやろうけどね。見えるね、何でも何でもこう見えますわ。あ、いいね、これ最高。いや、見えました見えました。手前がちょっと1メーターぐらいしないから低いかな。頭ゴンゴン打ってるわ。ほら、これ1メーター、10、20メートルか。ここがね、すごいんでございます。ね、石器図が同じような感じやね。だいたい、この辺の時期は、飛鳥の方で設計されたかね。設計した人が一緒やろうな、これ。このか、やり方ね。あれがね、大体2段になってくるんだよな。2段とか3段ぐらいになってくるんで。最初の頃は細かいのいっぱい積んでたんだけどね。ね。この下のゴロゴロしてるやつは、これは前からあったやつやろうかね。これちょっとよくわからんねんけど、あったやつかもしれんな。これはすごかった。これはまあ一応ね、かなりね、削ってくれてはるからね、手前の方がね。これ保存状態かなりよろしいんですよ、ここはね。はい、
いやー、2回入ってもだ。2回も。はい、ありがとうございました。ここのところちょっと埋まってますよ。ここまで来ただけやろな。あら、頭がなんとこんと。ここまで来たとこやろな。ここまで。前回は。真っ暗やったもんな。か明るいながらこんなの真っ暗ですよ。これで来てんやからダメですわね。こんなに広いとは。はい、失礼いたしました。ありがとうございました。ちょっと天井が高い、低いんでね。1メーターちょっとしかないんで。ちょっと頭ゴンゴン打ってます、今日は。ここで。はい、出れました。だから どれぐらいあるかね。17、8メートルあるんだよ、ここの手前からやったね。すごい。20メートルあるじゃん、ここから。すごいすごい。いや、来れましたわ。いつ来れるか思ってないけどね。これはいつやったかな、12月やったかね。12月の初めにね、ウドウカ古墳をちょっと回ってた時に、世界の墳丘サランと会って、いろいろ話しててね、そこの看板に、このこと書いてあったんやでね。どこだ言うてね、俺勘違いしてるから。塚越古墳って勘違いしてたね、完全に。越塚古墳と。越塚古墳でしょ？ね、これ塚越古墳って勘違いしてたよ。6世紀ますかね。はい、ありがとうございました。小池塚古墳でございました。いやー、最高でございました。帰ろうと。